どうもいつもお世話になっております。抜け丸です。この動画は、パンデモニウム変極編ノーマル3層の解説動画になります。そして、このチャンネルは霊式がメインですので、ノーマルはさらりとした解説になりますことをご了承ください。それでは行きましょう。魔力霊勢、豪華転生。ボスから火の玉が出ます。小さな火の玉が複数と大きな火の玉が一つと二種類あり、その後の攻撃が変化します。小さな火の玉が複数は、外周沿いに円形範囲がついで3回爆発し、最後に中央に円形範囲が来ます。中央で待機し、1個目の爆発に飛び込みます。魔力錬成、豪華転生。先ほど来てない方の大きな火の玉が来ます。これは、中央から巨大円範囲が出ます。ですので、開幕は初めから北に寄せておくのが良いと思います。怪人の炎、全体攻撃です。黒煙の演劇、タンク二人に強攻撃です。闇の炎、中央に4つの闇の炎が出現し、一定時間後に闇の大炎上をしてきます。光の炎、ランダムで4人に番号付きの範囲予兆がつきます。その順番に光の炎をしてきますので、それを闇の大炎上映像完了前に闇の炎に当てて消します。左翼焼却、フィールド半分攻撃です。極炎の炎、ボスが外周から直線攻撃をしてきます。ボスが帰ってきたら魔力ゲージが出現し、雑魚フェーズになります。魔力が溜まる前に雑魚を倒しますが、ボスも一定周期で全体攻撃をしてきますので、バリアや継続回復をしておきましょう。陽炎宇宙が2体出現し、それぞれから円範囲予兆が表示されています。あまり重ならないように倒しましょう。前方乱流または後方乱流。途中、雑魚から前方または後方範囲が来ます。さらに陽炎宇宙が2体出現します。範囲が重ならないように倒しましょう。比例鳥4体出現。全体ダメージとともに、陽炎宇宙を倒したところから出現します。黒き不死鳥。結構痛い全体攻撃の後、ボスに比例鳥が加わります。後半は、その比例鳥からヘイト2にオートアタックが追加されます。右翼焼却。フィールド半分攻撃です。群鳥飛翔、フィールド中央に比例鳥4体が順番に出現します。闇の瞳、出現した順で比例鳥の目から90度扇範囲が来ます。一番遅い予兆アンチから1回目の扇範囲へ入ることで処理します。魔力錬成、闇の豪華転生。ボスの足元から8個の黒い玉が出現し、プレイヤー全員に円形範囲が来るので3回します。極炎の演劇、タンク二人に強攻撃です。十字創火、東西南北から直線の火が迫ってきて、中心に来たところで範囲が少し広がります。
この四角がアンチの目印になります。熱噴射、プレイヤーがいたところに円形範囲が来ます。怪人の炎、全体攻撃です。魔力錬成、闇の豪華転生。ボスの足元から8個の黒い玉が出現し、プレイヤー全員に円形範囲が来るので3回します。魔力錬成、豪華転生。大きな火の玉が1つなので中央から巨大円範囲ですね。黒煙の炎、外周から直線攻撃に加えて6人に円形範囲が来ます。黒煙の演劇、タンク2人に強攻撃です。群長飛翔、フィールド中央に比例長4体が順番に出現する。先ほども来たやつです。闇の瞳、出現した順で90度扇範囲が来るのでアンチから一発目へ駆け込みましょう。魔力錬成、豪華転生。今回は小さい弾複数なので中央待機からの外周一発目へ駆け込みます。熱噴射、プレイヤー4人がいたところに円形範囲が3回来る、いわゆるエロパションです。十字創価と闇の炎、十字のやつに闇の炎が複合してきます。十字中に4つ闇の炎が出現しますが、焦らず十字が終わった後に光の炎を当てましょう。左翼焼却、フィールド半分攻撃です。怪人の炎、全体攻撃です。